ダッチシェパードとは、オランダ原産の牧羊犬種である。現地に古くから存在する犬種で、ジャーマンシェパードドッグやベルジアンシェパードドッグとも近い、関係にある。19世紀末、独立の犬種として維持する意識が、オランダ国内で高まり、犬種クラブが結成されるとともに、ジャーマンシェパードやベルジアンシェパードとの差別化が図られ、ブリンドルのみを経路として認めることとなった。 ブリンドルであれば、様々な毛の長さが認められ、現在では、ショートヘアード、ロングヘアード、ラフヘアードの3種に分類されている。ダッチシェパードドッグは、ドイツ、オランダ、ベルギーのあたりに古くから存在していた、牧羊犬を先祖とする。19世紀後半以降、各国独自の犬種を確立する機運が高まり、オランダでもオランダ独自の犬種を作出するべく、1898年に、 ダッチシェパードクラブが結成された。はじめ、ダッチシェパードとジャーマンシェパードドッグ、ベルジアンシェパードドッグは非常に似通っていたが、それぞれ独自性を高めるために差別化が図られた。ダッチシェパードはブリンドルが特色とされ、1914年にはブリンドル以外の毛色の個体は同クラブの公認が得られなくなった。その後、遺伝子の多様性を増すために、 他の経路が認められた時期もあるが、196年代以降、再度、ブリンドルのみを認めることとなった。一方、ドイツで改良が進んだジャーマンシェパードドッグは、大型化が進んだため、現在のジャーマンシェパードは、ダッチシェパードやベルジアンシェパードよりやや大きい。ショートヘアードダッチシェパード、ロングヘアードダッチシェパード、コースヘアードダッチシェパードダッチシェパードは、 作業犬としての能力が高く、猟犬や番犬、牛追い等のほか、警察犬や軍用犬、盲導犬、災害救助犬などとして活躍しているが、扱いやすい性格で、家庭犬としても向いている。体高55から62センチメートル、体重29.5から30.5キログラムの大型犬で、身体能力は高く、運動量も多い。ドッグスポーツにも適している。 容姿は整っていて、足が長く、引き締まった体つきをしている。足は長く、耳は立ち耳で、オアサーベル型のタレを。毛色はカや銀ギンを基本色とするグリンドルである。上毛は固め、下毛は羊毛状の二重のコートを持ち、防寒性が高く雨天にも対応できる。毛の長さによって、ショートヘア、ロングヘア、ラフヘアの三種がある。ショートヘアは他の二種より、 手入れがしやすく、最も人気のある種で、飼育頭数は、ロングヘアの倍ほどになる。ロングヘアは、美しいロングコートを持ち、縦みや後ろ足の飾り毛が、特徴的である。コートの手入れが大変なため、一時期は、飼育頭数が減少し、絶滅が危惧された。ラフヘアードは、デズモンド・モリスによれば最も古い種類というが、現在の飼育頭数は少なく、希少な存在である。 硬い、ゴワゴワのワイヤーヘアを持ち、豊かな口ひげもある。ドッグショーでは3種に分かれて審査されるが、国によっては、毛の長さの異なる個体の交配を認めている。性格は忠実で状況判断力に富み、人懐こく真面目で、友好的である。ありがとうございます。